タイも出てるし面白そう。やっぱ俺たちも早くみんなと戦いたいよな。兄ちゃん、あっちを見てみようぜ。やばい、ママたちが俺たちのこと探してるみたいだ。いろいろ買ってもらえなくなっちゃうよ。よし、しょうがないだろ。あ、もうずるいよ、トランクスくん。やっと会えたな。うん、僕ちょっとトランクスくんとはぐれちゃって。そんなこと言って二人でその辺の屋台とか見て歩いてたんでしょう。え、どうして分かっちゃったの。バカ、ゴテン言うなって。やっぱりそうだか、ゴテンちゃん、嘘はダメだべ。そうよ、トランクス、あんたも年上なんだからフラフラしない。ごめんなさい。じゃ、だな、これ以上。わかった。お集まりの皆さん、それではただいまより天下一武道会の予選を始めます。今大会の参加者数は例年より多くなっております。その中で出場できるのは予選を勝ち抜いたわずか16名の選手ですが、チャンピオンであるミスターサタン氏は無条件で出場できることになっておりますので、残る15名をただいまから選ばせていただきます。例によって予選は公正を期すためパンチマシンを使って行います。パンチマシンの数値の高い順に15名までが予選を通過できます。パンチマシン？なんだそりゃ。果たしてチャンピオンであるミスターサタンの数値を超える選手が現れるのか、期待してまいりましょう。
それでは天下一武道会予選を開始いたします。みんな予選突破できて、ま、ん？こんにちは。あなたが孫悟空さんですね。なぜオラのことを？噂を聞いた。ぜひ握手だけでも。あ、よろしく。なるほど、噂通りいい。では失礼します。な、何者だ孫。わからねえ。オラたちだけが楽勝のし、あの二人では、なんだあいつら。かくして始まった天下一武道会。抽選の結果、 Z 戦士たちはうまくばらけることができた。だが一回戦の第6試合では、悟空とベジータが、そして1回戦が始まり、続いて第2試合は、しかし、どうしてだ、こいつと何者なのだ。そのうちわかりますよ。でも今は、すまない、危険する。え、あの危険って戦う？そうだ。そうか、彼は元この星の神。なんとなくで、ではフィーデル選手対スパパベ。間違っているかもしれんが、あんたはまさか。何でしょうか。まさか大海王様。いいえ、違いますよ。海王神様だ。海王神。一応黙っていてください。今は知られたくありませんから。4人の海王様の頂点に立つ大海王様。さらにその上に。どうしたピッコロ、あいつがなんか。よせ、何も言うな。え、その続く第3試合でビーデルはスポポビッチと戦っていた。実力は相手を完全に上回っていたビーデルだったが、異常なタフさを見せるスポポビッチに追い詰められていく。やつは自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。わかんねえ、どういうことだ。あの野郎。もう十分頑張った。降参しろ。降参するんだビーデルさん。いやだ、絶対降参なんか。おのれ、もう許さんぞ。あのクソ野郎。おい、それまずいぞ。落ち着け、ご飯。嫌だ。お遊びはそこまでにしろ、スポポビッチ。我々のするべきことはこんなことではないはずだ。さっさと勝ってしまえ。場外。スポポビッチ選手の勝ちです。ビーデルさん。
スポポビッチ、許さないぞ貴様だけは。分かったな。担架を呼びましょう。いえ、僕が運びます。あいつを、あいつを。魔人ブーですか。なるほど、そんなことが。でもスポポビッチとヤムーは何のために武道会に。長い間封じ込められていた魔人ブーを蘇らせるためには汚れていない巨大なエネルギーが必要らしい。バビディ、どんなやつだろう。よし、急いでお父さんたちに追いつこう。よっ。お、すっごいパワーだ。あれ？いえ、あの、何？いえ、な、え？はい。いえ。はい。うわっ、
僕ってラッキーかも。大したことなさそうだな。こいつはちょっと強そうだぞ。を取り戻すかな。よっ
ほどじゃなかったな。お父さんたちと合流しないと。遠くに行ってる場合じゃないな。なさそうだな。大したことなさそうだな。なんか寂しそうな村だな。すごいぞ、力が湧いてくる。へえ、これは特別美味しそうだな。毎度。
いえ。あの、はい。よし。なんと、はい。はい。大きいな、西の都は。ブルマさんいるかな。見つけちゃった、これは特別美味しそうだな。いいもの見つけちゃった。よし、これは特別美味しそうだな。あ、いいもの見つけちゃった。あ、いい、あの、おう、ああ、はい、やあ。
よし。よし、行ってみようか。はっ、あっ、やっ、順調。順調。いい感じだな。いいぞ。あの。おう、ああ、いいよ。ありがとうございます。ありがとう。いえ。ああ。あの、はい。あの。ああ。どうです。
いいぜ。なんと。いえ。ありがとうございます。ありがとう。すごいぞ、力が湧いてくる。なかなか手に入らないぞ。大したことなさそうだな。食べ頃のマンゴーだな。やったぞ、とっても甘そうなマンゴーだ。はAh!
これは特別美味しそうだな。あ、いいもの見つけちゃった。これはすごいぞ。力が湧いてくる。さて、どうしようかな。そろそろ移動するかな。誰かいっつ
あいつがバビディっていうやつか。いえ、違います。誰か出てくるぞ。ダーブラ、バビディのやつ、暗黒魔界の王まで手の内に入れてしまったのか。え、ダーブラ、どっち、出てようか。そうです。ということは、あのちっちゃい方が魔導士バビディなんですか。そうです。力は全く非力ですが、恐ろしい魔術を使いますので決して侮ってはいけません。バビディの一番恐ろしい魔術は、相手の心の中の悪や欲につけ込んで思いのままに支配をしてしまうところだ。だから私たちはお前たちのように心に悪を持たぬ者しか戦うことはできんのだ。ほうほう、こいつに満タンのエネルギーなの。よくやったね。これで魔人ブー復活にかなり近づいたよね。これでもうお前たちは御用済みだよ。ぷいぷい。はい。さて、ダーブラ、やっぱし僕の計算通りヤムーたちはたくさんの餌を連れてきたようだね。ずっと昔、僕の親を殺しちゃった海王神と一緒に。海王神とキビトのエネルギーは使えないとして、3匹ほどは素晴らしいエネルギーを持っているようですな。あの3匹以外のクズをお掃除して宇宙船に戻ったら、奴ら必ず追ってくるよね。そこで、そう、海王じゃ。はっ、キビト、くそ、なわっ、うわっ、しまった。これに、ピッコロ、触ってはいけません。二人は石にされてしまったのです。ダーブラが死なない限り元には戻れません。なんだ、あるんじゃねえか、そんな簡単な方法が。とっとと帰るんだな。バビディ様には誰も逆らえんのだ。行くぞ。お待ちなさい。お父さん、やつを倒してクリリンさんとピッコロさんを助けなきゃ。当たり前だ。ふん。なんだ、気をつけて。あなたたち悪いな。俺たちバビリー様がオーラーだし、残念な。誰か、ここはアサン。よし、おお。さあ、お前だ、魔人。それを、おしゃべり。何が起こったの。バビディが魔法で部屋を変えてしまったのです。多分それがどうした。さっさと終わらせてやる。それはこっちのセリフだ。
それがどうした。たかが10倍の重力など俺には何も感じない。ワイプショットバカバビディの野郎、つまらん相手をよこしやがって。お、見ろよ、エレベーターってやつみてえになってんだ。そんな、これほどまで。